はい、それではね、やっていきましょう。前回、ポーズの、各点の座標をね、こちらで取得することができました。はい。なので、今度はそちらをね、解析用に CSV に保存をしていきたいと思います。その前に、今回使用するのは、こちらのウェブカメラの方なので、こっちのイメージの方はね、いらないプログラムになると思うので、ね、消しておきます。そうすると、すっきりすると思います。で、そうしたら、今回は CSV が必要なので、このようにインポート CSV をしておきたいと思います。はい。で、ここですね。ここで、各点を取得して表示してますね。リザルトで取得して、で、リザルトが取得できた段階から、ランドマークの座標がこのように取得できるので、ここで、with open data.csv の、書き込みモードで、write として、エンコーディングを、UTF の8にしておきます。はい。はい、そうしましたら、ライターイコール csv ドットライターで、はい、f アウトとします。はい。で、ライタードットライトローですね。で、ここに書き込みたいデータを書きますが、今回はこちら、一つ目がこちらで、よいしょ。で、二つ目がこちらをね、出力したいので、はい、このようにしてあげたいと思います。こちらで一度実行をしてみましょう。そうすると、エラーが出ましたね。エラーは、こちら、いりませんでしたね、コロンが。はい。これで、実行をすると、はい、一応うまく実行ができているみたいですね。うん。一度止めて、出力したファイルは、以上、こちらの、ポーズがあるディレクトリに作成されてますね。なので、こちらを開いて確認をしていきたいと思います。そうすると、このようにね、上書きなので、こういうふうに1列しかできていませんが、ちゃんと CSV でね、書き込まれているのがね、わかりました。そうしたら、今度は追記にしたいので、どんどんね、書き込むのではなくて、新しくするのではなく、このように追記したいので、A に書いて実行してみましょう。はい。そうすると、どうでしょう。一度止めて確認をしてみると。はい。いい感じで、追記ができてますね。はい。ただ、一段空いているのが気になりますね。はい、こちらは、ニューラインというところを、空白にしておくと解決ができるみたいなので、こちらでもう一度実行してみましょう。はい、そうすると、一度止めてみて、確認すると、はい、いい感じですね。いい感じで、このように出力することができました。はい。で、もしね、全体を使う場合は、こちらのプログラムをね、少し改良して、増やしていけば、データがね、取れるようになると思います。はい。多分、ハンドポーズに関しても、ここのリザルトのところから、同じように、取れるようになっているみたいなんで、ランドマークずっと書いてあるので、はい。同じ方法でデータの収集がね、できると思います。はい。
で、これで、いろいろな、ね、解析とかができるようになるのではないでしょうか。はい。そうしましたら、Python のね、メディアパイプのプログラムを CSV に保存するというところまでね、完了したのでね、これで、終わりにしたいと思います。